Servus meine lieben Freunde, was geht ab? Korrigan TV mit One Piece Pirate Warriors 4 mit dem 18. Part, da waren sie mit. Eintritt in die neue Welt, Akt der zweite. Kommen wir zur Klappe, die erste und Action! 2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち。麦わらの一味。魚人島を経由し、ついに新世界の海へと漕ぎ出す。 公開中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは金右衛門と名乗る和の国の侍だった。 拙者、この島に息子を助けに来た。桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七部会となっていたトラファルガーローと再会する。麦わらや、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。 ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカー、タシギとの共闘を経て、これに成功する。金右衛門の息子、桃之助も無事救い出した一行は、ローの提案により、 次の目的地、ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すため、スマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに 七部会からの脱退を要求するロー。翌朝、ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、本人から連絡が入る。俺だ。七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出せ。勝手に拾え。一味とローは それぞれの目的を達成すべく、ドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。 報じられた麦わらの一味の件。記事通り同盟なら黒。彼らがローさん、七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わらや通りに上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いたフジトラはローの七部会の称号剥奪を宣言し、 攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。 So, mit Ruffy, Dressrosa Outfit, das ist der normale Ruffy, haben wir wohl gemerkt, der ähnliche Lobby Ruffy. Ah, da hat er es nicht, komisch, egal. Da hat er es gut nicht mehr, das ist ja egal. Episoden Outfit, nehmen wir das Dressrosa Outfit.
Wie gesagt, wir bleiben ja sowieso immer bei den Episoden. Hat er noch was besser? Ich glaube, ich geblieben. Besser Frankie. Frankie hat nix. Gut, ihr werdet momentan ein bisschen nichts von mir hören. Ich werde ein bisschen näher ranhocken an meine Glotze, um genau das zu beobachten, jetzt was passiert, weil ich glaube, das wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und wir hören uns, falls irgendwie was sein sollte. Also, viel Spaß bei dem Akt. Oi! Rui! Are! お、なんだ?レベッカ、冷静になれ。誤った真似をするな。やだよ。私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげえ、おもちゃが喋った。うっ、いやいや、これはご客人。お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。いやいやいや、面白いですかな。いかがかな、いかがかな。おい、おっさん、そんなことより工場についてなんか知らねえか。工場？いえ、全く存じ上げません。そうか。なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ工場ぶっ壊さないといけねえのに。ちょっと待て。ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おい、お前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ、引っ捕らえる。厄介なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒さねば先へ進めんだろうな。おい、兵隊、さっき話してたやつ知り合いか。娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ていた。おもちゃが人間の世話を。やっぱここ変な国だな。いくら倒してもキリがねえ。あ、お前ら仲間呼ぶのやめろ。
さんが来やがる。いいぜ、この俺が相手してやるよ。ついて教えてくれよ。どこにあるの？確かに工場は存在する。だが私もまだ正確な位置を把握していない。ドンキホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろうな。ついでだ、あの敵陣でも落とすか。ゴムのギガントジェットシェル、おいお前、工場の場所を教えろ。いや、俺は何も知らねえ。次だけは上官でも聞くんだな。上官ならコリーダコロシアムに。ここは大会があるからな。コロシアムって何するとこなんだ？剣闘士たちによる殺し合いだ。この国ではこんな残酷な勝負、日常茶飯事に。殺し合いが日常だと、ドレスローザ、まこと恐ろしい国でござるな。工場の場所を教えてもらおうか。俺が知ってるのはコロシアムの近くにあるってことだけだ。そうだ、今回の大会の景品、なんとあのメラメラの実らしいぜ。エースのメラメラの実が本当か？本物なのか？それ、どちらにせよコロシアムに向かおう。そこで真実が判明するだろう。なんだこんなもんかよ。ドン・キホーテファミリーも大したことねえな。国だな、ドレスローザ。それも全部ミンゴと工場のせいか。昔は本当に幸せないい国だった。自分はドフラミンゴに乗っ取られるまでは。だがそんな悲劇も今日で終わりだ。必ずこの手でドレスローザを取り戻す。助かったぜ。じゃあ先へ進むとするか。はっ、オープライスタンプ。
そう聞いたことがあるぜ。これで情報を集まったら、諸君、コロシアムの地下へと向かうぞ。情報を嗅ぎ回る不定のイカダメ、ドフィーにアダナス殿は何ピソたりとも許さねえ。帰るな。だな。あ、でもその前に、俺欲しい。メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。演奏ぐらいしろ。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。やっほー。Komisch, kein so schwerer Akt eigentlich. Okay, geht doch da weiter. Immerhin cool. Gut, aber das ist erst der nächste Akt. Also, sage ich schon mal hier, bis gleich im nächsten Part. Bei Akt 3.